山田37郎7月14日から1932年5月25日は日本の教育者。愛知県は愛知郡と夜明け村出身。カリアハンハン氏の子。クリスチャン。教育者。パブテスト協会の導きにより、角倉が道の経営する愛好者に入社。26歳で総支配人となりホルスタインの輸入、牧場経営、天然糖撲滅に奔走する。 晩年は、国士館大学の創立や高等学校の設立に、尽力する。出展スカラー出展書籍、林鶴良日記四巻出展書籍、帝都新四宿所列伝第三巻十四ページ山田、三七郎は1871年7月14日、愛知県名古屋市に生まれる。母親戦争の際、狩谷藩は、朝廷派、幕府派に分かれ暗殺事件が発生した。 三十七郎の母はこれによって、お家断絶とされ、養子に出される。山岳に養子に入ったが、実母に次男が生まれる。次男出産のすぐ後に、実母は産後の衰弱がひどく高い。養父は実子を、ことのほか可愛いがり、家督を次男に継がせた。後に次男が病死したため家督を継ぐ。三十七郎は、双方小学校卒業。 愛知県立中学校を卒業、愛知一中と言われる、名門校を優秀な成績で卒業したため、教員採用はすぐに決まった。下郡は有松小学校で教員となる。引用、坂本三之助直筆の母碑。教員時代に、全国で起きた、大日本禁止運動のムーブメントは、名古屋でも熱心な啓発運動が繰り広げられた。名古屋の地元でも著名人の講演会や、 啓蒙運動が展開された。この運動は直接、小学校や中学校の教員へ指導も行われ、教員であった37老にも、子供の飲酒や喫煙などがいかに危険なことであるかを、説かれた。37老は、この運動と献身的に活動を続ける日本、キリスト教婦人教風会や三山寛一牧師の、説法に感銘を受ける。この時、 名古屋のキリスト教教会の牧師をしていた、宮山寛一牧師が活動の中心的立場であった。37郎は、教会の影響を受け入信。その後、宮山牧師は、東京銀座 B ー協会へ転勤になるが、宮山は射程であった。門倉が同意しが、天然痘撲滅のために、東京で一人奔走しており、ワクチンの増産のための牧場を設営するため、 指導者を探していることを知る。1896年三山の勧めがあって37郎は教員を辞任して上京。若干26歳にして、日本最大と歌われた愛好者牧場の全権を任される。1902年には、名は鈴と結婚。きっかけは、教会での集いの際、門倉画堂と同じバプテスト派の信徒である旧、佐賀藩士、名は木三郎を紹介され、 縄の長女を勧められて結婚。明治時代は、元氏族、平民などの階級社会がまだ歴然と残っており、元氏族とはいえ、平民の三十七郎が、氏族の子女をめとることなどは、非常に、珍しいことであった。三十七郎は、新婚家庭の時から、世田谷区赤堤の自宅において、毎週のように聖書の研究会を開催、若い信者を集めて、 勉強会を行っていた。これはクリスチャンの家庭では普通に行われていることで、水曜集会や金曜集会など、会食を伴うレクリエーション的な要素もあり自由な雰囲気は多くの人を引きつけた。若い独身女性も多く集うので若い男性の参加も多かった。勉強会に参加していた橋本通原バラは次第に国のあり方や キリスト教的な国家関東に議論が拡大していた。競技だけで収まらず、政治的な議論もそこでしばしば交わされた。橋本が講師で来ていた松村牧師に議論を吹っかけてくってかかることが多く、松村にとって橋本らは問題児と映ったようだ。これを見て37郎は若い論客たちに表現の機会を与えるために政治機関士、活青年を創刊。 桜井平五郎、国田孝一、橋本通れ場などを招いて執筆に当たらせた。1910年愛好者ナコ牧場を設置。へぐり村山田の鈴木久太郎宅の近くに清楽章を設けた。後交通不便のため後にナコ町に移転した。漢字に石井光太等が当たった。37郎の射程である橋本らは、1912年、 明治45年政治結社立憲青年党を決闘。早稲田大学、郵弁会の橋本通日場、東倉加藤菅重の立憲青年党の結成発表に大隈重信、松村海跡と共に招かれる。1912年愛好者名古出張所移設。へぐり村山田に設立された、政楽所は、その後、地元組合に譲られて、船形町に移転し、 船形町潮切れ山にあった船形水産組合、チョコーリコの地下を借りて、清楽室となった。名古町では1500坪もの敷地を購入。1913年には、名古館の温泉下に約2坪ずつの発酵室と貯蔵室を設置した。東京の愛好者牧場の分場として、牛舎兼住宅98坪、牛舎30坪、倉庫24坪が増設され、 さらにバターの副産物である脱脂乳を利用するために、子牛の育成が行われた。この牧場は後に1919 19年5月、暴走連乳株式会社に買収され、同社立山工場となるに至る。1913年、大正2年7月19日、愛好者事件勃発。引用、中央獣医会結核牛から搾乳したとの疑義を受け、 愛好者製造の牛乳について調査が行われた。当時は法的整備も不十分であったため、400以上あった牧場や牛乳販売店をめぐり腐敗牛乳についての健康被害で不眠のクレームが絶えなかった。当局がこの時に当然目をつけたのが日本最大級の牧場である愛好者だった。1914年37郎はこの年18年務めた。 愛好者を退社。後に汚染牛をめぐる長期の訴訟対応に疲れたと、10回している。1917年国士官大学創設の準備委員に任じられる。国士官大学の母体である、大民団の本部員として、鈴木田山雲と共に、機関紙編集に所属。大民団本部は、東京都港区南青山6丁目に置かれた。大民団本部の2階建ての講義室では、 時間割を作成し、2階では政治論や哲学などの講義が行われていた。37郎は兼ねてから、同教の友人である西尾と予作と理想的教育について論議を交わしていた。当時は、監視や我がなどが高等教育の要とされていたが、和歌の天才である西尾は、関連的な基礎教育だけではない実学を中心とした教育機関の解説を思い立つ。 1924年5月13日に、東和商業学校を創立。西尾豊作市、愛知県出身終わり班農学証拠方福井富裕の子、西尾家の養子となる。家人、教育者、実践女子など上中学の教頭など歴任を、校長、県理事として、東京都中野区に、野方商科学校を創設。ところが同年東京は大震災に見舞われ、 壊滅的な損失を被る。参考文献、学校設立認可症1928年、昭和3年三年37郎らは、同じ東京間落に本拠を持つ、大日本中学会と懇親があったので、寺本伊勢松らと共に、講師中学校として、東和商業学校を再建。講師とは、卒業資格を与えられる学校の意味で、卒業と同時に、公務員や教員として、 無試験で就職することが可能であった。1932年5月25日61歳にて、没頭は商業高校の卒業生らが37、老の名古屋同郷の坂本三之助、数密院古門生4位、訓一等を代表として、墓費を寄贈。現在墓費は、中野区の登校寺に置かれている。横浜市営墓地三沢墓地に恵民、5人。 山田さんを1903年、明治36年6月9日から1966年、四次男に、山田良介慶応高等学校卒、日本金属工業労務部副長の地、1953年より、金星工業、金星製紙の社長を務める、孫に、山田徹、昭和9年10月5日生平成2年11月17日没徹の、妻、中井陽子は、 奈良県生駒市出身の画家、親族によ子の兄、中井進、弟に、中井正がいる。四東北定大公明会論文5、財団法人カリア昭和会郵便番号四百4 4 8 0八四四愛知県カリア市広小路四丁目二百十九番地位一般財団法人カリア昭和会、会長三つ松悟り6、都市活寺、本尊七二千二十四年に狩城、カリア上、 築城490周年記念事業2034年に、カリア城、追記500年記念8、カリア古文書研究会9、日本における、ミルクの歴史一般社団法人 J ミルク。ありがとうございます。